では、時間となりましたので、今日から、計算科学技術特論 B ということで、半期授業、阪大豊中の方から、配信させていただきます、よろしくお願いします。まあ、この講義、まあ、スーパーコンピューターとか K をはじめとするスーパーコンピューターあるいはそれに準ずる、まあ、計算機、まあそういったところで使える要素技術に関わることを、何名かの講師の方に、講義をしていただくということで、昨年度とは内容は一新されております。昨年度と、計算科学特論 A とは違う内容を、各講師の方に、講義していただくということになっておりますので、また昨年とは違う新しい、いろんな、内容を学んでいただけるものと思います。で最初の、今日は、理研の、南先生に、スーパーコンピューターと、アプリケーションの性能というタイトルで、講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。それでは、今日ですね CMSI の計算科学技術特論 B ということで第1回スーパーコンピューターとアプリケーションの性能ということでお話をさせていただきます。私理化学研究所の計算科学研究機構 IX ですね、運用技術部門のソフトウェア技術チームチームヘッドの南と申します。私K の開発の時にですねアプリケーションの、まあ、開発チームだったんですが、まあ、やっていたのはアプリケーションの公平列化あとチューニング、まあ、それをずっと、まあ、いろんなアプリケーションの上でやってましたので、まあ、その辺の経験を踏まえてですね話をさせていただきます。まず講義の概要なんですが、まあ、本日スーパーコンピューターとアプリケーションの性能ということで、まあ、スーパーコンピューターのハードウェアですねハードウェアの話をちょっと昔のスーパーコンピューターからちょっと振り返ってですね今の現代のスーパーコンピューターまでということで少しハードウェアの話を詳しく話をさせていただきます。でそれに基づきましてそのアプリケーションの性能っていうのをどういうふうにこう昔からこう上げてきたのかという話をちょっと今日は少しこの歴史的な話が多くなりますが、まあ、そういった話を第1回目、させていただきたいと思います。それと2回目以降はですね2回目は公平列、性能の最適化ということ、まあ、この中で少し反復法だとかそういう数値計算解法のことを少し触れましてその数値計算解法を、まあ、どういう形で公平列化にしてきたのかと、まあ、そんな話をちょっと2回目したいと思います。で3回目はアプリケーションの性能最適化の2ということで、CPU の単体性能を上げるということですね。それについて最適化の話をしたいと思います。それで4回目5回目につきましては、まあ、私の方も随分長くアプリケーションの並列化チューニングをやってますので、まあ、そのあと、まあ、特にですねここ5年ぐらいは経営上の性能最適化並列化というのをやってますのでその辺の実例から2回にわたって少し実例をお話しさせていただきたいということにしたいと思います。それで本日の内容ですがまず1点目はスーパーコンピューターとはということで、まあ、先ほど言いましたように少し昔からのスーパーコンピューターのハードウェア的な、まあ、変遷も踏まえてお話します。で2点目でアプリケーションの性能とはということで、まあ、その辺のハードウェアを生かすための今までどういう形で性能を上げてきたのかという話が2点目それで3点目で、まあ、公平列化のための重要なポイントあと4点目の単体性の向上のための重要的なポイントというのを、まあ、少し触れさせていただきます。でこの最後の2点につきましては、まあ、今回はちょっと触りに触れるぐらいであとは次回以降の講義で、まあ、かなりみっちりとお話をしたいと思います。それでは中身に入りたいと思います。まずスーパーコンピューターとはということでお話をいたします。まず定義なんですけどスーパーコンピューターとはということで今はですねどういう定義になっているかというと、まあ、卓越した計算能力を持っているコンピューターであるということです。まあざっとした定義ですがまず1点目はその時代の一般的なコンピューターよりも、まあ、極めて、まあ、高速、まあ、不動小数点演算性能で
1000倍以上、まあ、そういった計算機をまあスーパーコンピューターと言っております。で、現在の政府調達におけるですね、スーパーコンピューターの定義っていうのはその2つ目のこっちに書いてありますが、演算性能 1.5 テラフロップス以上というような定義になっているようです。まあ、テラというのは10の12乗です。まあ、1秒間に、まあ、そういう意味では 1.5 兆回の浮動小数点演算が可能ということになります。まあ、これがまあスーパーコンピューターの定義なんですが、でこのスライドでちょっとスーパーコンピューターの発展というものをですね、少し概観してみたいと思います。まず最初にですね、すいません、まず1点目ですね、最初に1923年あのタイガーの手回し計算機というのがこう出てきました。もうこれ完全に機械式の計算機なんですが、それ以降ですね、コンピューターと呼ばれるのが、まあ、初めてできたのが1946年のエニアクというマシンですね。これが、まあ、世界初のコンピューターということで、まあまあ、軍事目的ですね、アメリカの弾道計算だとか、まあ、そういった軍事目的にまず最初に使われたものですね。そういったものができてきております。でその後軍事からまたいろんなビジネスアプリケーション用に、まあ、使われてきましたけど、で次にそのスーパーコンピューターと言われるものはですね、この1976年のクレイ1というのが、これが世界初のスーパーコンピューターというふうに言われております。この写真で見るとですね、ちょっとわからないと思うんですけど、こう丸い円筒形の下にですね、こうソファーがついてまして、まあ、世界で一番高価なソファーだと言われたマシンです。でこの当時ですね、160メガフロップスという演算性能で、これもこの当時我々もその汎用機を見てたんですが、もう とってもそれに比べてもものすごく演算性能が高いということで、まあ、ものすごく驚いた記憶があります。でこれがですね、右側の、まあ、ちなみにこの左側に行くとですね、2011年 iPhone4S というのがあるんですが、これはですね、これもリンパクという今ベンチマークテスト、その世界のスーパーコンピュータートップ500というベンチマークテストが決めるベンチマークテスト、リンパクというのがあるんですが、これが動きます。それで動かすとですね、140メガフロップスです。でこのクレイ1のピーク性能が160メガフロップスですので、まあ、ほぼ同じで、これ160メガフロップスというのはこれクレイ1ピーク性能ですので、おそらく実行時では多分これだけ出なかったので、おそらく iPhone4S の方が早いだろうなということで、まあ、この76年から2011年まで経つとですね、これだけ値段も安くなって小さくなって性能が上がったというのが、まあ、ちょっと驚きの、まあ、感慨深いところですね。そんな形になっています。それでこのクレイ1に比べますと、2002年ですね、当時のパソコン Pentium 4のパソコンが 6.4 ギガフロップスですので、もうほぼ40倍の性能になっているということです。それで今度2002年にですね、この時、まあ、パソコンが 6.4 ギガフロップスだったんですが、地球シミュレーターですね、これが私も使いましたけど非常にいいマシンで、これはベクトルマシンなんですけど、これが当時世界最速のスーパーコンピューターでした。これが、大体テニスコート4面分ぐらいのですね、広さに置かれる濃度が640濃度ですね、ぐらいの、スパコンです。それが、40テラフロップスということで、クレイ1に比べますと25万倍の性能になっているということです。でこれがさらに、2011年Kコンピューターになりますと、これも大体その地球シミュレーターと大きさとしてはまあ同じぐらいの大きさですね、60メートル×50メートルぐらいのところに、筐体が大体、まあ、これローカルディスクも入っていますので、大体1000台ぐらいずらっと並んでまして、それで、10ペタフロップスということです。でこれで、クレイ1と比べると、6250万倍と、まあ、これぐらいの速度になっているということです。まあ、ざっと見るとですね、これぐらいの、まあ、発展しているということになります。でシンプルに見ますと、そのコンピューターとはっていうと、で、まあ、スパコンも、まあ、今言ったように発展したわけですけど、まあ、コンピューターとは何かっていうと、まあ
左側の下ですね、ここに書いてありますけど、IO から受け取った入力、まあ、そのこれ、まあいいか、IO から受け取った入力、これ、データとプログラムですね、それをメモリーにおいて、まあ、CPU でプログラムに従ってデータの処理を行って、メモリーに書き出して、それを IO に書き出すと。まあ、基本的に言うとこんなあの形ですね。それで、右側に書いてありますけど、その CPU とメモリーと IO という形になっているわけです。でこれが、まあ、ハードウェアということですね。でこれにあのソフトウェアとして、OS、ミドルウェア、アプリケーションというようなものがこう載っています。もともとはですね、こういうふうな階層的には分かれてなくて、まあ、一つのプログラムがあったわけですけど、それが、まあ、あの複雑になって進化とともにこうアプリケーション、ミドルウェア、OS という形に分化してきたということになります。ごめんなさい、すみません。それでちょっとですね、あのこれ指しても映らないですかね。あ、そうですか。じゃあいいか。でそれでこの、時代のコンピューターはですね、まあ、単体の CPU 性能が向上するっていうことが、まあ、コンピューターの性能向上のそのものっていう、まあ、そういった時代です。まあ、古き良き時代の、まあ、コンピューターということになります。で次にですね、これがそのだいぶ発展しましてですね、昔のスーパーコンピューターというので、まあ、日本でも作られましたが、かなり日本はそのベクトルマシンというのが席巻し、あの世界を席巻したんですが、まあ、こういったそのベクトルマシンというのが、できてきています。でこれはまあ1台のコンピューターをそのベクトル機構ということによって、まあ、高速化していくということになります。でまず CPU の他に、これはあのスカラユニットという名前で呼んでいる場合もありました。CPU の他にそのベクトルユニットというですね、機構をつけてあるということです。で、まあ、メモリーと IO は変わらないということで、ベクトル機構というのは、まあ、データの一塊を、まあ、固めてですね、スカラユニットとメモリーを共有して、まあ、処理をするというような、そういうマシンでした。でこの一つの OS でこれを、まあ、全体を CPU もあのベクトルユニットも制御するということ でこれ非常にですね、この当時、まあ、いいマシンで、今の GPU なんかだ と、GPU 用のメモリーをまた外に持ってるんですけど、これはちゃんと、CPU とベクトルユニットでメモリーを共有して、なおかつプログラムのある部分はスカラーで、ある部分はベクトルっていうのを、それをコンパイラーでちゃんとですね、分けてやってくれていると、まあ、非常にですね、その当時いい、使いやすい、いい機構のマシンでした。それで、これがですね、ベクトル機構なんですけど、これやっぱりそのメモリーからデータをこうまとめて持ってくるのは結構大変で、まあ、すごくここがハード的にもですね、苦労してたところです。で、まあ、今もですね、その NEC も作ってますので、今もまあこの方式がなくなったわけではありませんが、まあ、発展はしてきているんですけど、まあ、昔の最初のスパコンというのはこういうものがあったということです。それで今度ですね、そのいろいろそうやってベクトル形式みたいなものができてきたわけですけど、シングルプロセッサーでやっている限り、まあ、いろんな問題が出てきています。でそのちょっと問題についてご説明いたします。一つはそのメモリーウォール問題というのがありまして、ここにちょっと、ありがとうございます。すみません、させないですね。ですね、メモリーウォール問題というのがありまして、ここに右側にですね、メモリーと、まあ、スパコン、コンピューターのですね、概要が出てます。でメモリーというのがあって、これはメモリーバンクというですね、バンクに分かれてます。でここの例だと4つのバンクに分かれているということですね。でメモリーからそのデータを読み出すためにメモリーインターリーブというのがバンクに1個ずつついています。でこれがですね、そのメモリーというのはこの1回その1つのバンクからこう呼び出すとですね、一定時間をこう経過しないと同じメモリーバンクにアクセスできないという、そういう問題があります。これは昔から変わってなくて、今 もうまさに同じです。それで昔はですね、1回読み込むと20サイクルぐらいですね、次のデータを読み出すのに、
かかってたわけですね。でこれただしそれでもですね、昔は動作周波数がその低かったために演算機がこう1個しかないんですけど、演算機も遅くて、そういう状態だったので演算速度が遅い。だからそのメモリー転送に、それだけ、かかっても、性能は釣り合っていたと、まあ、そういう状況になってました。多分同じだと思います。それで、まあ、こういうふうなですね、メモリーウォール問題っていうのがこうあったわけです。同じですね。それで、今度これがですね、ごめんなさい、今の場合はメモリーウォール問題はなかったわけですけど、昔のプロセッサーはなかったわけですね。それで次にですね、これがそのだんだんその計算機の性能が上がってくると、そういう意味でその動作周波数がこう増えてきた状態になっているわけです。でこの右側のちょっと見ていただくと分かるように、そのメモリーは動作周波数が高くなってもですね、何秒待たなきゃいけないかっていうのは変わってないわけですね。そうすると今まではさっきの例だと20サイクルぐらい待てばよかったんですけど、これが動作周波数が10倍になってくるとですね、20サイクルじゃなくて200サイクル待つことになるわけですね。だからメモリーのアクセス時間はかからないと。それに比べて演算機は動作周波数が高くなってくるとどんどん高速になっていくということになるわけです。でさらに半導体プロセスが微細化されると昔は350ナノぐらいだったのがもうどんどん小っちゃくなっていくわけですね。そうすると、もうこんな形で演算機がたくさんこう詰め込めるようになっちゃうわけですね。そうすると結果的に演算機は一つ一つの演算機は速くなるし、なおかつたくさん演算機にそのこう詰め込むことができると、演算機構を詰め込むことができると、こういうことになってくると、演算機は速くなるんだけどメモリーアクセスは非常に遅いっていう、まあ、そういうふうな形になって、結果的に演算機に比べメモリーのデータ転送能力が非常に低くなると、まあ、そういう状況になってきています。これがそのいわゆるメモリーウォール問題というものです。でそういう問題をですね、対策するためにじゃあどんなことを考えられたかというと、ここに対策1って書いてありますが、それで右側に絵が書いてありますが、メモリーバンクをこれさっき 4バンクだったのを7つに増やしてるわけですね。このメモリーバンクをこう増やしてやるという対策が、考えられました。そうすると、メモリーバンクを増やしてメモリーインターリーブをもうこれも増やしてやると。そうすると、演算機の処理能力に合わせて毎1サイクルずつバンクをこう交代しながらですね、どんどんメモリを読んでいってデータを供給してやるという、そういうメモリバンクの増大というですね、そういう対策が打たれてきました。でただしですね、この方式になると、ちょっと次のスライドでも説明しますが、まあ、かなりバンクが増えるんで、あと接続ですね、そういったものも増えて機構がものすごく複雑になります。でなおかつ電力ですね、電力が非常に増していくと、そしてまたコストですね、値段価格も高くなるという状況になっています。でベクトル機ではですね、先ほど4とか言いましたけど数百のバンクを搭載したものがございました。でちなみに昔のベクトル機っていうのはこの方式で1要素ずつメモリーをアクセスして高いメモリーアクセス性能を実現できていると。だから非常に贅沢なんですけど、まあ、お金のかかるマシンであるということです。まあ、コスト、価格、電力というのは非常に効果になるということですね。でもう少しこの辺を詳しい絵がですね、これなんですけど、これ昔のベクトル機 の, 構造図ですね。これ VPP の説明なんですけど、メモリーバンクがものすごくたくさんあるということです。それでここに書いてあるようにベクトルパイプラインというですね、メモリーからデータを読み出す機構、それとその線がたくさんつながってますが、こういうふうにですね、そのたくさんのバンク、まあ、500ぐらいあった町もあるんですけど、500ぐらいのバンクに全部線をつないで
こうやってベクトルパイプラインに持ってくるというところですね。それとあとベクトルレジスター、これもですね、まあ、の 144K とかあったんですけど、あの今のレジスターに比べるとあの K でもあの256個なんですけど、それどころじゃないですね、あのものすごくたくさんのレジスターを持っているという、そういう状況になるわけですね。まあ、そういう意味であのその今ここにあのカッコでこう囲ってありますが、まあ、この部分ですね、メモリーの たくさんのバンクを持ったメモリー、あとメモリーバス、ベクトルパイプライン、ベクトルレジスター、この辺がですね非常にあの物量を投入した設計になっています。まあ、そういう意味で特にこの部分がコスト、価格、電力というので効果になるという状況になっておりました。で、先ほどのじゃあシングルプロセッサーの問題を解決するための、今言ったメモリーバンクを増やすというですね、方法じゃなくてもう一つの対策として対策2という、まあ、ここに書いてありますが、こういうものを、考えられています。これまずメモリーバンクは増やさない、まあ、この右側の図で分かるようにメモリーバンクとしては4つなわけですね。でメモリーインタビューも4つと、ただしその代わりに、メモリーはまあ比較的低速なので高速なあのデータアクセスできるキャッシュをですね、1次キャッシュ、2次キャッシュ、まあ、3次キャッシュまであるチップもありますが、そういうキャッシュを設けてなるべくデータをキャッシュに置いておいてそれを再利用すると、それで、高速なキャッシュからデータをどんどん供給して再利用して、演算機をフルに回すという、まあ、こういうふうなことが考えられます。これがですね、今の多くのスカラー機では、まあ、こういうキャッシュを使うあの方法ですね、この方式を取っているものが多いです。ただし先ほど言いましたが、あのベクトルマシンっていうのは1要素ずつですね、あの、まあ、倍精度の配列であれば8バイトずつあの持ってきて、線がたくさんつながってますから持ってきて、それであの たくさんのデータ転送能力があったんですけど、今のスカラマシンっていうのは1要素ずつ持ってくることはもう効果でできなくてですね、K なんかだと128バイトですね、だから数十バイトから、まあ、100バイト、200バイトぐらい、その単位で一度に持ってくるということになります。だからそこが全然違うことですね。でこれもその先ほどの、対応したような図を書くとですね、ここにですね、主記憶があって、このバンクが少ないわけです。で、それにキャッシュを設けているということで、その線のつながり方がですね、先ほどは全部こうざーっとたくさんのバンクに全部線がつながってたんですが、バンクがやっぱり少ないのでその線は随分少なくて済むと、少なくなっているということですね、ということになっています。それであのそういう意味で、ロードストアのパイプラインについても機構としてはベクトルよりももっとシンプルだし、レジスタの数も K はあの256個という非常にでかいレジスタを持っているんですけど、それでもベクトルに比べれば少ないということです。まあ、非常にこの部分がベクトルに比べればシンプルになるというような構成になっておりました。でシングルプロセッサーの問題としては、まあ、今言ったようなあれがありますので、今言ったようなそのメモリーのメモリーウォール問題というのはあるんですけど、さらにやっぱり1台のコンピューターの処理限界というのが来ていると。まず動作周波数を上げることで、とにかく今はその漏れ電流というのは非常に増えてきましてですね、あのとにかく動作周波数を上げると電力がものすごく吹き上がってしまうということ、まあ、そういう意味ではその動作周波数の限界が来ちゃってるわけですね。昔はですね、もう新しいチップが出るたびにあの1ギガが2ギガ、2ギガが3ギガと、まあ、そういうふうに増えていったんですが、もう今はそれが上がらない状況になっていると。でしかも先ほどお話したようなメモリーウォール問題もあって、1台のコンピューターの演算能力を上げてもメモリーの能力が追いつかない状態になっているということです。まあ、そこでということで、最近のスーパーコンピューターというのは先ほど言ったその CPU の構成に比べて、まあ、インターコネクトですね、あの接続機、他の、CPU とつなぐそういう接続するインターコネクト機構というのをつけて、一つ一つの CPU を、まあ、ノードということに、してですね、それでたくさんのコンピューターをつないでシステムとして一体で動かすと、まあ、こういうことが考えられてきたということです。でこのインターコネクトについてもですね、あそれとですね、あと今はその CPU だけじゃなくて GPU ですね、 GPU とかアクセラレーター、そういったものをつけたりつけなかったりするものもあります、ついているものもあります。
ただし先ほどちょっと言いましたように、GPU についてはそのメモリを共有するとですね、なかなか難しいので、GPU はそれ用のメモリをまた別途 GPU には持っているという形になっているのが一般的です。まあ、ただ次の GPU からそれメモリ共有するような形になるような形も今はありますが、今はこんなところが一般的になっていると。まあ、これ考えるとですね、先ほどのそのこの GPU が V ベクトルユニットだとするとですね、昔のベクトルマシンというのは CPU とそのベクトルユニットがちゃんとメモリ共有できて一つのコンパイラーで一つのプログラムを動かすことができたというのは、これはこれでですね、非常にその優秀な技術であったというふうに私は思っています。で、まあ、こういう、まあ、インターコネクトが出てきたということですね。それが今のスーパーコンピューターのあれです。で、ちょっとインターコネクトについて少し説明しますと、昔一番いい古い地球シミュレーターとかですね、 VPP なんかは、富士通の VPP なんかはこういうそのインターコネクトが単段クロスバーネットワークというものでした。これ書いてあるように左側にノード数、右下側にノード数あるとですね、各ノードとノードを1対1に直接つながるようなですね、クロスバーネットワーク、単段のクロスバーネットワークというのを持ってたものです。で、この図でいうと PE3 と PE2、 横軸 PE3 と縦軸 PE2 っていうのが黒丸でつながれてますけど、ここでスイッチが入ると PE3 と PE2 が通信できると、まあ、こんなふうなですねクロスバーネットワークというのがございました。で、これ初代の地球シミュレーターとか富士通の VPP で採用されてたものですが、まあ、1回のスイッチの切り替えでノード同士が直接接続できるということで、通信性能は非常にいいものです。で、ただしこう見て分かるようにノード数の事情のスイッチが必要になります。で、そういう意味でノード数が多くなるともうハードウェアの物量が著しく増大すると、まあ、こんなふうなインターコネクトのものです。ただこれ非常にですね性能が良かったです。地球シミュレーター使いましたけど、通信のあんまり性能の不満を感じたことはなかったですね。で、次に出てきたのがこれ SR2201 とかですね、日立のマシンで、採用されたものですが、多段クロスバーネットワークというものですね。これ3次元クロスバーという例なんですけど、こういう1次元、2次元、3次元という形でそういうクロスバーがくっついてまして、これで切り替えて通信をしていくというものです。で、これだと最大、3回スイッチを切り替えればノード接続ができると、まあ、先ほどの単段クロスバーは1回で済んだんですが、これは 最高でも3回やれば済むということです。まあ、その分ちょっと通信性能は単段クロスバーについたら落ちるんですけど、まあ、スイッチの数は、単段クロスバーに比べれば少なくて済むということです。まあ、それでもやっぱりノード数が多くなるとハードウェアの物量が増大するということです。で、次に出てきたのがファットトリーみたいなものですね。そのファットトリーのネットワークということで、これは2段のツリーですが、まあ、ノードがそのグレーの丸がノードになってますが、そのノードとノードをつなぐのにこういう2段のスイッチでこうつないでいくというような、そういうものです。まあ、この辺は、まあ、多くの場合は PC クラスターやスパコンで採用されています。それでこれは複数回のスイッチの切り替えでノード接続できるということで、まあ、単段よりもちょっとスイッチの切り替えの数は多くなるんだけど、まあ、そういうことでできると。あと、まあ、そういう意味で通信性能はその単段クロスバーに比べれば劣りますが、スイッチの数は少なくて済むと。で、それでもやっぱりこれでもですね、ノード数が多くなるとハードウェアの物量が増大していくわけです。で、今、作られているのがまあ、これが K のネットワークですね。これは6次元豆腐ネットワークということで、まあ、スイッチを使わないでも最初から線がつながっていると。で、そこの経路を選択していくということで、まあ、直接網ということになっています。これちょっとご説明します。
すみません、駒場ですが、音声がこちらちょっと聞こえない状態なんですが。柏です。東洋中が調子が悪いようです。東洋中落ちました。すみません、こちら豊中です。聞こえますか？はい、大丈夫です。一回切れたっぽいですが、はい、つながりました。今大丈夫ですか？聞こえますか？大丈夫だと思います。すみません、突然なんか切れましたね。じゃあすみません、開催会。ちょっとこれ映してみます。あ、そうです。あ、はい、今画面送りましたけど大丈夫でしょうか？大丈夫ですかね。じゃあ再開していただきます。すいません。それでは継続いたします。先ほどのインターコネクトの、説明からですが、これは K の6次元インターコネクト、6次元の豆腐ネットワークというインターコネクトです。それは K はその12個単位を1豆腐単位と言っています。このそれでこの書いてあるですね、4つの塊、そのグレーの丸が1つのノードなんですが、4つの塊が3つあります。資産12でこれが1つで、今オレンジ色の線でつないでありますが、まずこういうつなぎ方をしています。でさらにですね、これに、この、3つですね、3つの方向ですね、これがこういうふうにトーラスを構成しています。ここをですね、12個で左下に書いてありますが、 A 軸、 B 軸、 C 軸ということですね。これでまず一つの3次元を構成しているということです。これ見てみると分かるように、各ノードからは全部 4本線が手が出ていることになります。これを1豆腐単位というふうな形になっています。でこれをですね、さらに、上に書いてますように XYZ の軸がで、この12個の単位がこう並んでいる形になります。でこの青い線が今出てきましたけど、これがですね、 X のプラスマイナスの方向ですね。こういう形で線がつながっていると。それで次にこう Y 方向ですね、 Y のプラスマイナスの方向で線がつながっていると。で今度これは Z ですね、 Z のプラスマイナスの方向で線がつながっているということです。それで、これが全体的にですね、ということで、12個のこの豆腐単位が今言ったような形で XYZ につながっているということで、で今は一つのノードだけの接続を見せましたけど、これがですね、全部のノードですね、グレーの丸、これでこう XYZ に全部つながっていると。これ全部書いちゃうともうごちゃごちゃになっちゃうんで書きませんけど、まあ、こういう形になっています。でこうするとですね、クロスバーでやるよりもですね、これ直接網で基本的には隣とつながっているだけなので、そのハードウェアの物量をだいぶ抑えることができる設計になっています。でここもこういうことをやると、その大規模なノード数に対応可能なインターコネクトになっているということです。それで実際使うとですね、これ先ほど言いましたように、今のこの12個の中で4本の手がつながってて、さらに XYZ が6本ずつつながりますので、一つ一つのノードは10本の線がつながってるんですけど、この10本の線で思ってますので、本当は3次元だと6本あれば足りるわけですけど、通信っていうのは4本余るわけですね。そういったその余った4本を使って、ノードが壊れた時のその回避する線にしてやるし、それでその経路がですね、服装したときに
そこをその避けるような、そういうことに使えますので、非常にですね、性能的には良好です。我々これは非常にいい設計だと思っています。まあ、最初はですね、刑を作る前はその非構造行使の問題のようにですね、こうきっちり並んでないとですね、並んでない問題だと通信性能がなかなか出ないんじゃないかと非常に心配されたんですが、ちょっとぐらいですね、それが崩れてても全然性能的にはそんなに悪くないということで、まあ、非常にいい設計だと思っています。で、集団通信についてはそのこういう豆腐っていうそのネットワークをこのハードウェアに特化したですね、そういうアルゴリズムを使うと非常にいい性能が得られるということになります。まあ、ちょっと横道に行きましたけど、まあ、そういうふうに、まあ、インターコネクトっていうのが、まあ、スパコンの肝になっているんだということですね。まあ、そういう意味で今まではその単体の花ノード一つのコンピューターだったのは、こう今言ったようないろんなインターコネクトを通してこういうノード同士がこうくっついていると、それで、まあ、ソフトウェアとしがアプリケーションですね、それが連携して一体として動くということで今のスパコンというのはこうできているんですよということですね。それでその さらにこれをですね、どんどんつないでいくと、まあ、システムとしてこう一体で動くということになるわけですね。で、一つの仕事を、まあ、やるのにたくさんのノードで分お互いに分散して連携して片付けと仕事を片付けるというのが今のスパコンの考え方になってきているということです。で、これが、そのもっとたくさんのノードをつなぐとどうなるかということで、なんかちゃんと出るか、まあ、こんなふうにですね、どんどんつないでいるわけですね。で、今のスパコンというのはもうこういう状態になっているということです。昔はですね、8ノードとかですね、16ノードとか128ノードぐらいまであったんですけど、今はですね、もう K ではノード数が82,294と8万ですね。で、中にコアが6つありますので、もう60数万コアという、まあ、それだけの並列線になっていると、まあ、こういうふうにつなぐんですけど、まあ、実際ちょっとハードディスクの絵はですね、1ノードに1個ついてますが、ちょっと実際はですね、まあ、そこもそういうふうにはついてなくて、まあ、何十個か単位に1個にするという、まあ、そんな形になってますけど、まあ、イメージ的にはこんなふうに今のスパコンというのはなってるんですよということです。で、これで一つのシステムとして動くんですよということでございます。それで、ちなみに K の場合はどうなっているかというと、まあ、50m×60m の部屋に、まあ、このラックですね、一つのラックの中にプロセッサーとしては96プロセッサー入ってて、さらにその一つのプロセッサーの中には8コア入ってます、まあ、こんな状態で、これが864ラックですね、この 50m×60m の部屋に並んでいるということで、全体としては82,944 プロセッサー、66万コアというだけのその並列度になっているということです。で、次にちょっとね、重要なことをちょっと言っておくとですね、まあ、これだけ巨大システムで、まあ、になるとですね、 CPU がこう故障するっていうことはあるわけですね。仮に一つの CPU が1年に1個故障したとします。そうするとですね、 82,944 もCPU あるので、システム全体で見るとですね、こう6分に1個故障っていうことになるわけですね。で、これは非常にですね、 CPU のそのスパコンっていうのは CPU の故障率を抑えるということが極めて重要になってくるということです。で、さらにですね、その電力ですね、だからまず信頼性が重要だってこと、あと電力、まあ、これだけの CPU が集まるとですね、ものすごい電力を出しますので、その省電力になってないといけないということ、まあ、その辺がまあ非常に重要になってくるということですね。で、なおかつ高性能を実現しなきゃいけないということです。まあ、で、ちょっとスパコンについてここでまとめると、まあ1940年代の半ばENIACが登場しましたということで、最初はシングルプロセッサーの時代でしたということで、少し説明しましたけど、ベクトルスカラーと、まあ、スーパースカラー、まあ、いろんなアーキテクチャが登場しました。で、まあ、その時代はもうとにかく、まあ、演算機を増やしていくと、一つの、プロセッサーに中の演算機をどんどん増やしていくことで高速処理を実現しましたということです。ただし、次にメモリーウォール問題とか、あと電力が高いという問題、あと洞察周波数を上げられないという問題、まあ、そういうことでシングルプロセッサーの限界となって、まあ、スーパーコンピューターが並列プロセッサーのアーキテクチャへと変化してきたと
ということです。でスーパーコンピューターとしては、まあ、濃度の構成としては普通のコンピューターと、まあ、基本的には変わらないんだけど、まあ、トータルとしての計算能力、演算性能が極めて高いと、まあ、そのために、まあ、先ほど少し説明したようないろんなインターコネクトですね、高速なインターコネクトが考えられて要求されてきたということです。それでトータルシステムとしては高い省電力性能、信頼性というのが要求、高いレベルで要求されるというのが今のスーパーコンピューターだということです。で次に、アプリケーションの性能とはということで、ちょっとお話をしたいと思います。でまあ、ちょっと科学についてということで、まあ、今までは科学というのは従来理論と実験と言われたんですが、これスパコンというのはまあシミュレーションに使ってそのコンピューター実験ですね、シミュレーションに使ってくると、まあ、これはもう今は第三の科学というふうに言われているわけですけど、で、じゃあ実際に具体的なその第三の科学としてどういったものに使われるかというと、まあ、こんなものに使われると、まあ小さいところは10のマイナス10乗という、まあ、量子の世界ですね。そこから、まあ、宇宙、銀河宇宙の世界までものすごく幅広い世界で使うことができるということです。まあ、一つは左の上の方にありますが、水中のウイルスの丸ごとシミュレーションをしましょうと、まあ、医療に貢献しましょうというところ、あとセルロースの分解酵素のシミュレーション、まあ、そんなことをやって安価なバイオ燃料の提供をしましょうというようなそういう使い方、あと次は、まあ、次世代のデバイスですね、それのシミュレーションでエレクトロニクスの、まあ、貢献をしましょうというような分野で、もっと大きくなってくると、まあ、自動車の衝突実験、あと空力のシミュレーションですね、あとは地震によるですね、まあ、そこにはその原子炉の絵が書いてありますが、地震波によるその、構造物の耐震シミュレーションをやっていこうと、もっと、まあ、大きなスケールになってくると地球の周りの大気現象の解明、あとゲリラ豪雨、まあ、台風、そういった予測にしていきましょうということ、あと地震津波ですね、地震津波のシミュレーションに、使いましょうということ、あとダークマターとかいう、まあ、宇宙のシミュレーション、あと銀河の衝突のシミュレーションとかで、まあ、とにかく10のマイナス10乗から10の20乗というですね、広い範囲の応用範囲があるんだということです。それでただしですね、まあ、応用範囲は広いんですけど、じゃあスパコンの利用の難しさって何かっていうと、まあ、今ちょっと左にありますように、現代のプロセッサーは先ほど言ったように、まあ、スカラについてはメモリの間にキャッシュがあると、それでそのデータ転送能力は比較的低いんだけど、演算機はそのたくさん入っていると、まあ、こういう状況になっているということをお話しました。であととにかく巨大システム、巨大な並列システムになっているということをお話しました。まあ、そういう形で言うとですね、現代のスパコンというのはその、プロセッサー単位で見るとというのとシステム単位で見て、とにかくこの2つですね、アプリケーションの超並列性を引き出すということをちゃんとやってやらなきゃいけないということ、あとプロセッサーの単体性能をちゃんと引き出すということをやってやらなきゃいけない、この2つがですね、スパコンを使うときの難しさでもあるし、こういったことを考えたアプリケーションの開発プログラミングをしていかなきゃいけないということがあります。でこの辺をちょっと具体的に言いますと、昔のプログラミングというのはもう計算科学の世界で問題設定をして理論構築をして定式化して離散化して、その離散化に基づいてプログラムを作ってコンパイルしてデバッグしてプログラムを開発するということをやってあげればよかったと。でこれはですね、まあ、非常に理論に忠実な分かりやすいコーディングをまあしてやればよかったわけです。でそれをまあその高級言語で書いてそのコンパイラーに突っ込んでやればいいと、まあ、これがですね昔のプログラミングだったわけです。それでそれを今昔はどういうふうに処理していたかというと、大昔の計算機はこの演算機にとにかく演算をそのプログラムに書かれた順番でこうやって演算機に突っ込んでいって逐次に入力して逐次実行してやればよかったわけです。でそれがですね、そのハードウェアがだいぶいろいろ発展してくるわけです。
それ何やってるかっていうと、後でちょっと詳しく説明しますが、括弧1、演算1、2って2つあったとします。でそれぞれが演算がその矢印1個が1クロックですね、3クロックずつかかったとします。そうすると、昔は大昔はさっきの絵のように演算1、2、3、4というふうに逐次にこう突っ込んでいけばよかったんですけど、これをですね、あの演算3、ここに括弧2で書いてあるように 3つのステージに分割する、まあ、こんなふうな黄色と紫と青みたいな、こういう3つのステージに分割するわけです。でこれをですね、括弧3、並列に計算できるようにスケジューリングするということですね。あのこの真ん中の絵に書いてありますが、こうやってやると、そういうふうにしてやってやると、その2個の演算資源ですね、さっきはあの大昔の計算機1個しか演算資源なかったんですけど、これ2個の演算資源を使うとですね、これあの4クロックで済むわけですね。で先ほど逐次にやると2つの演算を6クロックかかったのが4クロックで済むと、まあ、こんなふうにですね、こういうスケジューリングをちゃんとやってやって、さらにそれをやることであのハードウェアをこう使っていくと、あの演算資源を使っていくと、こういうことで、まあ、その昔のこういう忠実なプログラミングだったんだけど、それでこういうことで性能向上してたわけですね、あのハードウェアとコンパイラーの工夫で。であのこういうその処理や演算を細かく分割して複数の演算資源を並列に動作させて性能アップさせてきました。でこれをですね、もう少しちょっと詳しく次のページから説明いたします。要するにですね、あのシンプルなプログラムであってもこういう並列処理と依存性の回避っていうのは昔からやってたわけですね。それはあの一つのプロセッサーの中でもやってました。でその辺をちょっとあのご説明します。一つはですね、スカラパイプラインっていうのがあります。パイプラインですね、このパイプラインっていうものをやってた。これはあのハードウェアの機能です。具体的に言うとですね、あのこういう配列データの、配列データ同士の足し算っていうのを C イコール A たす B っていうのをこう1から N までですね、こういうふうにあの足し算をしていくというような、こういう処理があったとします。でこの ABC っていうのはですね、あのそれぞれ N 個からなる配列データです。でコンピューターが足し算を行うときのプロセスがいくつかあって、それは一つはあのまあ、不動小数点ですので仮数部と指数部があって、まず指数部を比較すると、それであの桁合わせをして、まあ、足し算であれば加算をして、でまたその元のデータの形、正規化の形に戻すと、まあ、正規化してやるというような、こういう4つの手順があります。これをステージと呼びますけど、このステージをですね、この4つのステージをその下の図のちょっと絵のようにですね、こういう1、2、3、4という配列に向かってですね、ごとにこのパイプライン的にこうずらしてこう実行してやるということをやるわけです。そうすると今まではこれが全部直列でやってたわけですから、1についての1、2、3、4、2についての1、2、3、4というのをやってやるわけですね。でこういうふうなことをやるのをパイプラインと言います。でこれはスカラーでもあのベクトルでもですね、こうベクトルパイプラインってあるんですけど、スカラーでもスカラーパイプラインということでこういうことをやってます。でこれをやるとその縦の並んでるですね、4に対して指数比較、3に対しての桁合わせ、2に対しての加算、1に対しての正規化、これが並列にできるわけですね。こういったことをやるのはあのハードウェアとしてスカラーパイプラインというのを持ってます。でさらにですね、あの今はあのパイプラインというのはあのフェッチ、あとその命令のフェッチ、命令のデコード、命令のエグゼキューション、メモリーアクセス、それとあとライトバック、まあ、この4つ、この今言ったあの1、2、3、4、5、5つについてもこれもパイプライン化されています。で今ちなみにここで説明したその比較、桁合わせ、加算、正規化というのはこのエグゼキューションのところですね。エグゼキューションのところもこうやってパイプライン化されているということです、まあ、そういう意味でこのスカラーパイプラインというので、まあ、並列処理ができるようになっているという、そういう機能を持ってきてたということですね。それで、さらにそのスーパースカラー方式っていうのがあって、今言ったあのパイプラインですね、この演算のためのパイプラインをさらに複数持ってる、それをスーパースカラー方式ということで、これもハードウェアとしてそういうことが実装されてきたということです。で次にですね、レジスターリネーミングっていうのがあります。これあの R1、R2 って書いてあるのはですね、レジスターの意味なんですけど、このすいません、ちょっと1、2、3、4を括弧1、括弧2というのがなくなっちゃってるんですけど、あのこの4つの
4つ並んでますが、その上から順にカッコ1、カッコ2、カッコ3、カッコ4というふうに順番がついているものと思ってください。で、ああ、それ右側もなんか消えちゃったな。あ、すいません、ちょっと資料の不備で申し訳ない。これはですね、左側のカッコ1、カッコ2っていうのは、R1 っていうのをカッコ1で使って、それをすぐ下で R1 っていうのを参照しているので、定義参照がありますので、これが依存関係がある、まあ、普通リカレンスというんですけど、性の真の依存関係があると言います。で、2と3については、2番目と3番目については、4というですね、R4 でリジスタ4を両方最初に参照で使って、次に定義で使ってますので、これを逆依存の関係があると言います。で、その次の3と4、3番目と4番目については、同じレジスタ4というのを左側の、定義に使ってますので、これは出力依存の関係があると言います。こういった依存がある場合ですね、依存があるということで、これ実際にこの足し算を1サイクルずつやると4サイクルかかっちゃうことになります。で、これをですね、ちょっとこう右側の式のようにレジスタを付け替えるとっていうのが、ちょっとその図をですね、ちょっと忘れてしまいまして申し訳ございません。まあ、とにかくですね、このレジスタのですね、同じ1が使っているのと4を使っているのと、それが重なってますので、このレジスタ1のカッコ2のレジスタ1をレジスタ9っていうふうにして、カッコ3の左側のレジスタ4をレジスタ10、一番下のレジスタ4をレジスタ11とかですね、まあ、これをレジスタをですね、違うレジスタを使うようにするんですね。そうするとこれは依存がなくなりますので、ごめんなさい、いいんです。そうするとレジスタの依存がなくなりますので、カッコ1とカッコ2の真の依存関係ですね、これは、もう依存があるので本当に並列できないんですけど、カッコ2、3、4については依存がないので、それ並列にできるようになります。そうするとその加算器を3つ以上持っているマシンだと、このプロセッサーというのは1サイクルでできるようになると。だから、全体で最初の1サイクルとカッコ1を1サイクルでやって、次の2、3、4を1サイクルでやるので、全体としては2サイクルで実行できるようになると、まあ、こういうふうなですね、リジスタリネーミングというのがあります、まあ、これもとにかく依存関係をなくすということですね。これもハードウェアの機能でこういうことをやっていくということです。で、次に、内側のダウンローリングというのがあります。これはコンパイラーでやるようなことになります。これはとにかく真ん中のやつを I と I プラス1、2つ分けてやると、まあ、これは演算機が2つあると、2本の演算機を並列に使用できるようになるということになります。で、次に結合変換ですね、っていうのがあります。これは、X イコール A プラス B プラス C プラス D プラス E プラス F と、まあ、こんな計算になるとですね、これ順番に、馬鹿正直に順番にやろうとすると、こういう各加算演算の中で依存性が発生するわけです。これを、まあ、こういうふうにですね、A、B、C プラス D、E、F という2つに分けてやるとですね、前3つと後ろ3つっていうのは依存がなくなるということで、まあ、こういう結合変換っていうのをやります。これもですね、コンパイラーでやるのと、でコンパイラーでやったものをハードウェアでちゃんと処理できるような形になっていると、まあ、要するにコンパイラーとハードウェアで組み合わせて処理するんですけど、こういったことをやってます。それとですね、複数命令にまたがる依存性の消去ということで、まあまあ、こんなふうな下のコーディングがあるんですけど、これの前半の部分と XX を計算する前半の部分と YY を計算する前半の部分、あと後半の部分、まあ、それぞれが依存性がないわけですね。でそういったものはちゃんと並列にできるということで、依存性がない部分を見つけて消去するということ、まあ、これもコンパイラーとハードウェアと強調してやるというような形になります、まあ、こういったことをやります。で、あとはですね、アウトオブオーダー実行というのはこういうハードウェアの機能がありまして、これの各命令で依存関係をチェックして、レジスタリネーミングでレジスタの番号付けを行うと。で行った後にですね、これをその演算機を複数持ったプロセッサー、それを用意してですね、
これを動的にですね、コンパイラーだけじゃなくてもう動的にチェックしてハードウェアとして順番を入れ替えて並列にできるものは並列に実行していると、そういったそのあのアウトオブオーダーの機能というのがあります。これをハードウェアで持っていると またさらにその、ハードウェア の並列性というのは生かせると。でちょっと余談ですけど、これはですねインテルチップと K なんかの持っているチップで比べるとやっぱりインテルの方がこれは非常に強いんですね。そういう意味であのループ長が短いループなんかはですねこれが非常に効くわけです。だからループ長が長いやつはあの K の方が全然性能が良かったりする場合もあるんですけど、ループ長が短い場合ですねこれが効くので、あ結構ちょっとインテルチップの方が早いというようなことが よくあります。それとですね一番重要なのがですねこのソフトウェアパイプライニングというのがありまして、でこれがですね例えばあの真ん中に書いてあるような処理があります。 AI のロード、BI のロード、 AI、BI 演算で I 番目のストアみたいな、こういう処理がぐるぐる回っているような場合ですね。それで前提としてはロードとストアは2クロックかかります。それでロード2つと、演算もしくはストアと演算というのは同時実行可能だというような前提だとします。で演算は4クロックかかるとします。でロードと演算とストアはパイプライン化されているというふうに見ますと、あの何も考えないでやっちゃうとですね、こういうふうにですね、カッコ1の、あの赤い線ですね、カッコ1の赤い線の処理に、A と B のロードはあの2つパイプラインあるので、あの2つ同時にできると。でだけどそれをロードした後じゃないと演算ができない、さらに演算した後じゃないとストアができないということで、2番目のやつがそれから始まると、まあ、こういうことになるわけですね。これその1つの線が1クロックとすると、8クロックですね、各演算が8クロックかかるので、あの100個要素があると800クロックかかるわけです。でこれをですね、ソフトウェアパイプラインニングということで、左の処理というか前のページの処理をこの下のように構成し直します。これはあの図のようになっているんですけど、この左側のですね、点線でがついていない部分ですね、この白丸の部分で A に対する労働括弧1括弧2括弧3の労働と B に対する括弧1括弧2の労働、 C に対する演算、これを先にやって今度その線の部分ですね、これは繰り返しできるので、A の i プラス1の労働、 B の i の労働、 i マイナス1の演算、 i マイナス2の結果のストア、これをですねぐる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 やるわけですね。で最後にまた一番最後の、白丸のところですね、98、99、100に対するストア、99、100の演算、 B の100のロードと、これをですねまた外出しにしてやる、まあ、こんなふうなですねことをやります。これをあのコンパイラーでやるんですけど、ソフトウェアパイプラインニングとやります。これは単純な例ですけど、これをですね複雑なアプリケーションプログラムについて、ドゥーループについてこうやんなきゃいけないですね。こういうことをやっていくと、実際にはですね、でさらにちょっとあの絵を描いてありますけど、これがコンパイラーでやるとそのパイプライン処理にできてるんで、こういうふうにですね絵をですね描いてやると、そのパイプラインでやるっていうことなので、その先ほどのパイプラインのようにですねこうやってやると、でこの下になった状態でこれをですねこう重ねてやるわけですね。そうするとちょっとまあ細かいのでちゃんと説明しませんが、こんな絵になります。でこれ先ほどのこんな風なつながってこう赤をやったら青を処理するって、こういう風になっているのがですね、こういう風に重ねることができるわけですね、パイプラインの処理で。だからソフトウェアパイプラインニングすることによってこうやって重ねることができると。そうするとそのメインのループっていうのは、今ちょっと最初の方の立ち上がりの部分があるんですけど、立ち上がりの部分を除くとですね、だいたい1クロックで1つの演算ができるということになります。そうすると100要素の演算を100クロックで処理できるということになります。ただしその前の方のですね、立ち上がりの部分と先ほど言ったそのドゥーループの外にある前処理の部分ですね、ドゥーループの外にある後処理の部分、この部分はまたちょっと別途かかりますが、まあ基本的にはそのメインの処理の
100のループっていうのは1クロックでできるようになる。そうすると1クロックかける100要素だから100クロックで処理できる。さっき800クロックだったので随分これで早くできるってことですね。だからこういうことをやってます。それとあとちょっともうなんか時間が少しなくなってきたので簡単に言いますけど、まあ、あとアンローリングっていうのを、ちょっとねこれは少しもうあの次の時にまたご説明いたします。ちょっと時間がなくなってきましたのでというような話。あともう一つはですね、ロード命令の先行実行ということですね。これもあのコンパイラーでやるんですけど、あの例題の左側のようにですね、アドがあってマルチプライあの掛け算があってロードレジスター R1 にロードする。でその後にカッコ4であのレジスター3にレジスター1と2をロードしたものを3に足せみたいな、そういう演算があったとするとですね、ロードでですねそのデータを持ってくるわけですね。でこれがキャッシュに一時キャッシュになればすぐ持ってこれるんですけど、これがあのキャッシュミスを犯しちゃったりすると、そうするとメモリーまで行ったりするわけですね。そうするとこれ非常にですねあの時間がかかるわけです。だからこれは、右側のようにですねなるべくその演算で使うレジスターの値っていうのはレジスターっていうのはなるべく遠いところにでロードした方がいいわけですね。そういう意味であの右側のようにですねロードを最初に持ってきてそれで一番最後にあの、演算で使うと、まあ、こんなふうなことをやります。これがですねあのロード命令の先行実行、まあ、これも、まあ、一種その処理の並列化をやるためにあのロード命令と演算の命令をこう並列でできるようにするための、まあ、仕掛けなんですが、こういうことをやりますということでですね、ちょっと今まで言ったのは とにかく簡単に昔のプログラミングですね、最初にちょっともうだいぶ前に説明したんで忘れてるかもしれませんけど、昔のプログラミングでもでもそれでもハードウェアとそのコンパイラーそういったものがどんどんその並列処理っていうのを見つけてこういったことをやって高速にしてたわけですね。でそこまでまあ一応頑張ってやってたということです。でさらにですねこういうことになります。先ほどは、まあ、忠実で理論に忠実な分かりやすいコーディングで、プログラミングを書けばよかったんですけど、まあ、それでも頑張ってそのハードウェアとコンパイラーがやってくれてましたと、今まで説明したようなことをやってたわけですね。でだけどそれだけじゃやっぱりその現代のスパコンを使うのはその難しくなってきていると。それは 何かというと、いや先ほど言いましたようにアプリケーションの超並列性を引き出すということ、プロセッサーの単体性能を引き出すということ、そういうことをやるためにプログラムを書き直さなきゃいけないと、まあ、下のですね高性能か高並列か高性能かコーディングと書いてありますが、こういったことをやらなきゃいけないということになったということです。で具体的には何をやるかというと、データをまず各プロセッサーへ分割するということですね。この絵で書いてありますように、まあ、そういったことをちゃんと自分が考えてやらなきゃいけなくなったと。で処理をちゃんと各プロセッサーへ割り当てすると、まあ、これはその MPI とか、そういったものを使ってやるわけですけど、そういったことをやると、まあ、さらに今はですねちょっと今回出しませんでしたけど、一つのプロセッサーがコアを持ってますので、複数のコアを持ってますので、まあ、そのコアへ その分割割り当て、そういうこともやらなきゃいけないと。で、プロセッサーへの分割は、まあ、MPI なんかを使って、まあ、多くはやられる。でコアへの分割は、まあ、スレッド並列化ですね、オープン MP とか自動並列化を使って、まあ、やるというようなことになるのが一般的かと思いますが、まあ、そういったことを考えなきゃいけなくなったと。でさらに分割したんだからプロセッサー間での通信ですね、その計算をしたらちょっと通信すると、そういったことを書かなきゃいけなくなったと。であと単体性能についてはキャッシュが出てきたので、キャッシュの有効利用するためのプログラミングをやらなきゃいけない、演算機を有効利用するためのプログラミングをやらなきゃいけない、メモリー性能を有効利用するためのプログラミングをやらなきゃいけない、コンパイラーを有効利用するためのプログラミングをやらなきゃいけない、まあ、こんなことがですね必要になってきたわけです。でここの辺の具体的な例はですねまた次回以降 の講義でご説明することにします。まあ、今日はこれぐらいの説明にしておきます。で、まあ、そういう意味でそのアプリケーションの性能についてまとめると、まあ、従来単体プロセッサーの時代からプログラムに内在する並列性を、まあ、先ほどだいぶ説明しましたけど、
コンパイラーで解釈してハードウェアに装備された並列処理機能を利用して高速処理を実現してきました。まあ、しかし現代のスパコンプログラマーというのは、まあ、それだけじゃやっぱりダメで、プロセス間の並列性を意識して並列化して、またプロセスごとのデータの分散を意識してプログラミングすることが必要になったと。まあ、そうすることによって数千から数万というプロセス間の並列性を最大限利用した超高速計算ができるようになったと。またシングルプロセッサーの性能もやっぱり最大限使い切るようなプログラミングのチューニングも必要となると。まあ、ちょっと言いたいことはやっぱりシングルプロセッサーの性能がですね 1% しか出なければ、並列化されててもシステムトータルでも 1% の性能しか出ないわけですね。でそういう意味で並列化はなんかだいぶ今意識されているかもしれませんけど、とにかく単体シングルプロセッサーの性能を使うっていうのも出すっていうのもこれも非常に重要ですね。まあ、この2つの両輪があって初めてスパコンをうまく使えるということになるということになります。で、まあ、そこまでやればですね、じゃあどのぐらいの威力があるかというと、まあ、これ実際やった例なんですけど、これは RSDFT という、まあ原子の電子状態を計算するような第一原理のアプリケーションでやった例ですけど、これたくさんの10万原子ぐらい用いたシミュレーションをやりました。これ実際パソコンでやるとですね100年ぐらいかかります。まあ、このおじいちゃんまだ生きてますけど100年かかると死んじゃうと思うんですけど、でこれをですね計を使って7万3000倍の並列を生かして単体性能をチューニングしてやると、それぐらいの速度で実行できるようになるということで、そうするとまあ大体半日で終わりますね。まあ、要するに、まあ、今言ったような高並列と単体性能をちゃんとこうチューニングして、処理をちゃんとやってやればパソコンで100年かかる計算がまあ半日ぐらいで終わるというそういうメリットもあるんだということですね。ぜひその辺をやっていただきたいという意味でこの例を出しています。であと10分か15分ぐらいかかって、まあ、ちょっと後半の高並列化についてはということと単体性能についてということをちょっとざっと説明いたします。まず高並列化に重要な点ということで、まあ、そもそも並列化とは何かというと、まあ、単純な話で逐次計算、一つのプロセッサーを使って逐次やるものを4つ使えば、まあ、4分の1の時間でできるでしょうというのが、まあ、単純なアイデアですが、だけど、まあ、ちょっと見てもらうと分かるように並列っていうことをやると、先ほど言ったようにデータ分散をして処理の分散をしてプロセッサー4つに処理を分割するわけですね。それで、そうすると少し処理をすると通信をすると、お互い通信してやると。でこれ隣同士しか通信してませんけど、まあ、プロセッサー全体で通信する場合もあるわけですね。それでまた少し計算をして通信時間をするというと、まあ、この絵を見ても分かるように、まず一つはできるだけ計算時間をまあ同じにすると、まあ、バランスさせる、まあ、逆に言うとロードインバランスを出さないということになるわけですね。これを まずやらなきゃいけない。それと通信時間もこれをできるだけ小さくすると、演算に比べて通信時間が何倍もかかるようじゃ全然早い計算できないので、通信時間をできるだけ小さく、まあ、この2つがまずは大事なわけです。でもう一つはですね、非並列っていう、非並列部がどんだけやるかっていう話になります。まあ、並列計算、全体のアプリケーションが100秒かかるアプリケーションがあったとします。そのうちで並列計算できる部分は99秒あります。で並列計算できない部分が1秒残ってましたということになると、どうなるかというと、これを100並列でやると99秒の部分は並列化できるから 100個で割れるわけですね。とこれ99秒のところは 0.99 秒になります。で1秒でも非並列が残っているので、全体で見ると 1.99 秒、まあ約2秒ですね。そうするとほぼ100プロセッサーを使ってほぼ50倍の性能が得られたということになります。これを1000プロセッサーでやるとすると、さらに悪いことになって、ほぼ90倍ですねの性能である。まあ、100プロセッサーを使えば100倍になってほしいし、1000プロセッサーすればまあほぼ1000倍になってほしいわけですけど、こういうことになるわけですね。まあ、そういう意味で、まあ、ちょっと後で説明しますが、とにかく必要な並列度は確保するということをやった上で、とにかく並列計算できない部分、非並列部分ですね、これを限りなく小さくすると、これが重要であるということです。で 1% 残ってこういう状態ですので、 K は8万何千個の
並列プロセッサー持ってますので、それ全部使おうとするとこれはもう押して知るべしで、どんだけその非並列を小さくしなきゃいけないか分かると思います。とにかくそれが重要になるということです。でここちょっとだけ説明すると、必要な並列度を確保するということは、まあ、どういうことかというと、まあ、領域分割をやるとかですね、まあ、あと原子を分割するとかいろいろあるんですけど、とにかくあの領域を分割していってもメッシュ数以上には分割できないわけですね。ただしメッシュ数まで分割しちゃうと、もう通信ばかりで処理がちょびっとしかなくなっちゃうので、もうあのそれも全然あの現実的にはないわけですね。とにかくその、まあ、手順としてはあのそのここに書いてあるような、まず解きたいメッシュ数を設定して実行時間を見積もって、解きたい時間を設定して分割数を設定すると。で分割数が多すぎる場合、それは何かやっぱ並列数を拡大する方がないかというのを検討するということが必要になります。これはですね、また後日 あの話でちょっと詳しくいたします。それで、まあ、その辺についてはまあ全てのケースでできるわけじゃないんですけど、まあ、後ほど手順計算あのしますと。あと原子を分割するにしても、やっぱりこれもですね、原理的には原子数以上には分割できないわけですね。でこれもやっぱり小さく分割しすぎちゃうと通信ばかりになっちゃうということで、とにかくその必要な並列度を確保するようなちゃんとアルゴリズムを使ってますかっていう、そういうことをちゃんと考えなきゃいけないっていうのが、まあ、必要な並列度を確保すると、まあ、そういう私が申し上げた意味です。であとですね、非並列っていうのが問題になるんですかっていう、これもよく聞くことがあります。要するに領域分割しちゃえば完全に領域分割できちゃうんだから非並列も存在しないんじゃないんですかっていうようなことを言われます。確かにその通りなんですね。領域分割さ、しててもですね、それ完全にされてればそうなるんですけど、実はですね、アプリケーションの中で例えばワークで使ったものとかですね、なんかポロッとですね、領域分割されてない配列とかですね、処理が残っちゃう場合があるんですね。こういうこともちゃんと見つけなきゃいけないと。これはね、結構多いんです。そういう意味で自分がプログラム作った中で絶対されてるはずですって言うんだけど、実はそんなのが残ってて非並列が残ってるという場合があると。あとはですね、初期処理ですね。初期処理に分割されてない処理が残っちゃって、あんまりあの初期処理ってあんまり考えないんですね。計算の中心じゃないんだからと思ってあんまり考えない人が多いんですけど、そういうところが残っちゃう場合もあります。これよくあります。私もよく見つけます。具体的には例えば通信テーブル作ろうとかしたときに N の分割が N じゃなくて N の事情の処理になってたりする、そういうのがよくありますので、こういうのが残る場合がある。あとはですね、量子計算の、まあ、第一原理のアプリケーションなんかだと、その領域分割じゃなくてエネルギーバンドでこう計算を進めていくような、エネルギーバンドとあと波数ですね、それで計算を進めていくようなやつですと、こんなふうにですね、赤い部分はそのプログラムのこうループの中の方の主要な計算の赤い部分はちゃんとエネルギーバンドで並列化されているんだけど、ここに書いてあるような青い部分ですね、これ原子数のループの中にこういうエネルギーバンドのループが計算があるんですけど、こういった場合赤の部分は並列化されているんだけど青い部分が並列化されていない。でこういったところはまるまる非並列として残るわけですね。とにかくその意外にその領域分割してるんだからっていう人もいるし、ただ そんなふうな非並列が残るような問題あるんですかっていうのがあるんですけど、こういうものをするとですね、その辺が完全に残っちゃうと、まあ、こういう非並列が残る場合があるということです。まあ、この辺はですね、後ほどの講義でもう少し詳しく説明して対策等もちょっとご説明したいと思います。あとは最後の話ですけど、単体性の向上のための重要な点ということでお話をします。まあ、先ほど言いましたように、かつての研究者はまあいろいろ物理モデルなんかにその素直にプログラミングすればよかったんですけど、こういうメモリーウォール問題が起こってきたということで、まあメモリー問題ウォール問題の対処として、先ほど言いましたようにそのキャッシュを設けるというのがハード的には構築されてきましたけど、それをそのアプリケーションでもこうちゃんと対処してやらなきゃいけないということですね。
ここでバイトパフループっていう言葉が出てきますけど、要するにデータ計算が必要になるためのするためのバイト、データの大きさですね、バイト、それを演算数フロップで割ったものですね。で例えば行列行列席、なんかだと、ちょっと次のページに行きますけど、こういうやつですね。行列行列席の計算だと原理的に見るとバイトパフロップっていうのは、N の事情の2倍ですね、 2N 事情の演算データ量があれば2の N3 乗個の計算ができるわけですね。これをだから 2N 事情、データ移動量が N 事情で、演算量が N の3乗ですので割ると N 分の1になるわけですね。とにかく原理的には N が大きいほど小さくなるので、バイトパフロップの値は小さくなります。でこういうふうなですね、原理的に言うと N の事情を持ってきて N の3乗の計算できるので、 N の事情をキャッシュに置いといて N の3乗の計算ができるということで、先ほど言ったようなこのバイトパフロップが小さいものについてはこういうふうなキャッシュが有効利用できるわけですね。だけど何もしないでですね、コーディングしちゃうと現実には N がある程度大きいとですね、A っていうのはキャッシュに乗っても B っていうのがキャッシュに乗らないということになるんですね。だからそういう時にはその下の段の絵のようにちっちゃくですね、こうブロックのように限ってやると、区切ってやると、そうするとその A も B もキャッシュに乗ってキャッシュ上のデータだけで計算することができるということで、まあ、原理的には BF 値が小さいものについては原理的にはオンキャッシュにすることができると。そのためにはこういうふうなブロッキングという手法を使ってやるとそういうことができますよということになります。で とはいってもですね、こういうふうなですね、バイトパワーフロップの値が小さくない高いタイプの問題ですね、ちょっとデータを持ってきて検算もちょっとしかないで、これはですね、キャッシュの有効利用がなかなか難しいということになるわけです。で、まあ、例えばですね、さっきのやつは行列席だったんですけど、行列ベクトル席の場合ですね、この移動量っていうのは N の事情プラス N になるわけですね。A っていう配列 の行列の大きさプラスベクトルの大きさ、それを演算としては N の事情しかないわけですよね。外を割ると2分の1です。だから N 分の1よりも原理的にはかなり大きいわけです。こういったものはその行列を小ブロックに分割してもキャッシュに乗るようにしてもですね、BF 値は大きいので性能は出ない。でキャッシュに乗るって言っても1回でメモリから持ってきますので使い回しができないわけですね。そういう意味でこういうのはあんまりそのうまくキャッシュというのは有効利用できないということです。ということでちょっとまとめですが、まあ、今言ったようなですね、さっきの その BF が低いやつについてはどうすればいいか、まあ、この辺はもう今後ちょっと私の方の講義でもう少しご説明いたします。それで まとめですが、スーパーコンピューターっていうのは、まあ、シングルプロセッサーの時代からメモリーボルトの問題が ありましたと。それで並列プロセッサーのアーキテクチャへもういろいろ変わってきましたという話をさせていただきました。でアプリケーションの性能とは、まあ、アプリケーションの超並列性を引き出すということ、プロセッサーの単体性能を引き出す、これが重要だということをお話しました。まあ、高並列化への重要点として、まあ、並列度の確保を確保するということ、非並列部を最小化するということ、通信時間を、ちょっと字が間違ってます、最小化するということ、ロードインバランスを解消するということ、この辺が重要であるということを申し上げました。あと単体性能向上ということで BF 値ということと、キャッシュが有効利用できる例とできないしにくい例というのをお話しました。でこの3点目4点目については今日はちょっと触りだけでしたので、まあ、次回以降に、まあ、ちょっと十分話をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。